おはようございます。おはようございます。今日はミスマッチは何この競技場に日傘。午前中雨だったじゃないですか。うん、そう雨だったから、うん、お家に泊まってよと思ったんですけど、うん、晴れたから、うん、天気がいいんで、うん、久しぶりに、うん、競技場に遊びに来ました。競技場に遊びに来ました。日には焼けたくないの？日には焼けたくないもう本当にさ、あーもうね、手も足も、うん、靴下もね、うん、長い。あ、もうあれか、火に当たらないか完全に。なんかいたランニングのおじさんいた。何するの？1000メートルやろっかな。あ、1000メートル遊びに来ました。笑いすぎ手がぶれてめっちゃ。1000メートル今したらどれぐらいかなと思って、ちょっと気持ちよく、うん、流す程度に。あ、まあでも気になる。それで だいたいどんくらいがわかるじゃん。あ、このぐらいの感覚で何分何秒だったんだな、研究の時と比べてね。確かに。どれぐらい変わったかと。お、今日は1000メートル。やってみよう。それ俺のな。バイバイ。バイいけいけやったー、やったね、見つかった。なんで笑ったの？舐め回すように撮ってるから。厳しいな厳しい。そう、気にしないで。速そう、うん、速そうじゃないですか。速いんだよね。ガチガチなアップしてますよ。いくつ走りたいって言ってたの？1000メートル。4分。4分のテンションじゃないんだ。俺やん。それ俺。800、2分8で行くときの顔しとるよ。それ。4分で気持ちよく行きますのドリルじゃないです、これ。始まりました。1000メートルです。TKD プロジェクトのよしきさんがペースメーカーしてくれて、それにぴったりくっついて1000メートル走っていきます。はい、結構風強かった。みつかさんありがとうございます。1周目ですね。まだこのトラックは、300メートルなので、1000メートルは3周と100メートルです。まだ腰高いのは保ててますね。でもやっぱり現役の時ですら自分のフォームに全然自信がなかったのに、辞めてからもっと自信がなくなっちゃいましたね。もっともっと綺麗に走れるようにこれから改善していきたいなと思ってます。はい、今300メートル通過しましたね。
三塚さんが下から撮ってくれてます。おーぽいぽい。はい、そろそろ 400m の通過です。いけるよ、いけるよ、リラックスして、はい、これがあの私が走ってる動画多分1本目になるんじゃないかなと思うんですけど、これからご飯系とか私の私生活だけじゃなくてこういう走ってるところも動画に載せていけたらなと思ってます。ファイト。はい、2周目何秒か分かんないけど、ちょっとあの最初4分ペースで行きたい、4分ギリでいいですみたいな感じで言ってたんですけど、多分4分ギリよりはもっと速いペースで走ってたと思います。私は前の人のテンポに合わせて走ることを元気の時から心がけてました。たまにちょこちょこ吉木さんが後ろに声かけてくださったので気持ちも切らさずに走ることができました。テンポ合わせるっていうのは歩幅だったりこの腕振りですね、このタイミングを一緒に合わせることで前の人の息遣いとかも自分に合ってくるんですよね。そうすると一人で走ってる時よりも楽に走れるので私はそうやって走ってます。多分これラスト100です。あ、そう、100頑張れ。だいぶ線ギリギリ走ってますね。インコースを攻める癖があります。ラスト50ぐらいかな。設置がだいぶ長くなりましたね。はい、お疲れ様です。じゃあバイバイ。4分切れましたか？余裕で切ってます。タイム3分27。はやバカ早いやん。何が気持ちよく4分で流すだよ。いや、すごい久しぶりでした。ありがとうございます。めちゃくちゃすごい。ヨシキさんの引っ張りがめっちゃうまい。結構好評なんですよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。めちゃくちゃ良かった。良かった前にね、現状確認、久々走ったにしてはすごく走れたんじゃない？良かったです。安心のね。僕はね、女子で3分、まあ、20秒台、うん、これは評価できるよね。評価できる。練習してないんだよね。これからなんか早くなりたいとかはあるの？早くなりたい。早くなりたいよ。まあ前ほどとは言わなくても、うん、徐々に走ってるところも動画載せてって、うん、ランニングの視聴者の方増やしたい、うん、ああ、ランニング好きな人、はい、ランニングが好きな人、志村のことは好きな人、どっちもどっちも走力を戻していきたいなと、うん、ワンチャン現役ぐらい戻ったら俺負けますね。ワンチャン負けます。また勝負しましょう。じゃあ、ね、だって2人さ、現役2分7ぐらい、はい、そうですね、普通に負けます。だっていやいや負けます。俺今2分7で走れないもん。いい、それはもうちょっと頑張った方が良くないですか？ね、これからも楽しく走ってる姿をみんな見たいと思うし、なんかそういうちょっと今までやってきた動き作りとか知識面も多分知りたい人もたくさんいるだろうし、しかもそうやってちょっと頑張って速くなってる姿もみんな見たいと思うから、そういったのこれ成長ね、成長チェックしながらやりたいね。ぜひ見てください。またはい、この感じでフォローされません。え、まだインスタフォローしてないですか？LINE は？LINE はギリしてる。ギリ業務連絡もうなんならフォローされるされない関係を楽しんでるから、うん、こんな綺麗な引っ張りしたけどまだフォロー返すにはちょっとまだ早い。あ、まだ早いね、まだ早いね。ね、まだ早いね。またもっと綺麗な、はい、引っ張り期待してます。お願いいたします。お願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様。わあ。